はい、住んで埼玉です。今日はですね、住んで埼玉の家の売却について話をできればなと思っています。今年の7月に、宅建業者に住んで埼玉がなりまして、まあ、そこから家の仲介っていうのをできるようになったんですけど、今までも、何件か、家の購入の方の、仲介をさせていただいていて、で、今回ですね、初めて、いつだろう ?10 日前ぐらいに、2週間前ぐらいに、その家の売却のご相談をいただいて、で、それはもともと住んで埼玉をフォローいただいてて、実は私も面識があった人から、実は、今持っている家を売却をして、他のところへの引っ越しを考えてるんですと、いう話をいただいて、あ、ぜひうちでやらせてくださいと。いうのでご提案をして、今回初めて物件を預からせていただきましたと。で、もともとね、最初は買いの方の仲介、すなわち購入する人の仲介で、おそらく食べていくんだろうっていうのはずっと思っていたんですけど、実は自分の中でその本命はね、この住んで埼玉というビジネスモデルの本命は売りの方だというのをずっと昔から考えていて、で、今回その家を売るっていう方のお預かりをして、今進めてるんですけれども、でね、預かって、レインズっていう不動産業者専門の、サイトに預かった家を一定期間内に載せるという義務があるので、まあ、それを載せたんですけど、その載せる前に、スンタマラインの方で告知をさせていただいて、まあ、まだ公にはしてないんだけれども、弊社でこの物件をお預かりしましたっていうのを LINE の方で告知をさせていただいて、まあ、これこれこういう特徴ですというような家のスペックの話だったりとか、金額の話とかも先にさせてもらってて、で、実はその LINE 経由でもうすでに問い合わせをいただいて、もう実際に内見をしてですね、で、そのご夫婦が今真剣にご検討をいただいていて、まあ、もしかしたら申し込みをいただくかもしれないし、申し込みをいただかないかもしれないんだけれども、まあ、いずれにせよですね、とても希少性の高い、まあ、誰しもが住みたいと憧れるような物件を、まあ、資産家の方も住みたいだろうし、一般的な、まあ、ちょっと稼いでいるサラリーマン夫婦、ご家族とかも買えるような価格帯の物件なので、まあ、多分お客様はいずれにせよ見つかるだろうっていうのはもともと思ってはいて、まあ、それで今回その LINE 経由で一組の方お問い合わせをいただきましたと。でね、まさにね、これが俺がやりたかったことなんですよ、ビジネスとしては。なんで売りの仲介を預かって住んで埼玉っていうメディアの中でお客様を見つけていくと。で、それってすなわち売却する方の売り主様からも仲介手数料を得られるし、買っていただく買い主様の方もからも仲介手数料をいただけるので、いわゆる両手の取引っていう形になって、まあうちは基本的には物件価格の 3% プラス6万プラス税っていう法定で決められている上限の金額をいただく。で、その代わりに丁寧に仕事をさせていただくっていうような形を売りにやっているので、すなわちですね、まあ物件価格仮に5000万円。出すとしたら 3% でいただけるので、それ300万ちょいの商いになるわけですよね。で、これがね、月に1本でも2本でもどんどん決まっていくと、僕が目標にしている、まぁ、ちょっと動画だと初めて言うんですけど、今回2期目で仲介手数料売上で1億を目指していて、まあそれチャレンジングな目標なんですけど、それ売りの方の預かりが増えていけばいくほど、そこの自分が目標としているところに到達しやすくなるので、まあだから、住んで埼玉の本命っていうのは、売りの預かりだというのをずっと言ってて、その第一号を今まさにやれていて、なんかすごく誇らしいし、自分の読み通りに進んでいるところもあるし、自分の想定通りにことが進んでいるところもあるし、まあそれ、想定通りに進んでいるからこそ緊張感を持って今やってるっていうような感じです。で、まあ、LINE の方でお客さんの内見が来て、それでご紹介したりとか、あとはレインズに登録しているので、もう業者の方からも問い合わせ何件もいただいてて、その中で一組様だけ、内見の依頼をいただいて、それで見たりはしてるんですけれども、
まあね、うちで飼い主様の方も見つけられればベストですけど、まあそうじゃなくても、いずれにせよ売り主様から弊社仲介手数料いただけるので、なんかその、あえて他の業界者からのお客さんをなんか跳ねのけるような、そういうことは絶対にせずに、しっかりと、なんか嘘をつかずにね、囲い込み、いわゆる囲い込みをせずに、ちゃんとやっていくんですけれども、とはいえ、自社でお客様、飼い主様の方を見つけられるのが、うちのビジネス上、やっぱり絶対条件であるので、まあ、そこを今第一弾としてやれているという感じです。リュウタも不動産業界のこと全く知らずに住んで埼玉入ったけど、はい、最近徐々にその構造が理解できてきてるんじゃないかなと思うんだけど。ちょこちょこ理解できてます。うん、で、まあもちろん初めてっていうところもあるんですけど、うん、まずもうそもそも単語がわかんないところもあるんで。そうだよね。聞いたことないもんね。まずレインズってなんかもう牛角しか思い浮かばない。はいはい。まあそういうところから、レイスーモの、まあ、言っていいですか、ね、ああ、いいよ、いいよ。緑の掲載とかも、今ちょうどやってるんですけど、うん、1回目だからミスれないっていうのもあるし、まあもちろん、すごい緊張感持ってやってる、うん、ちょっとプレッシャーを感じてやっているような状況です。そうだね。弊社としても初めてだし、まあでもそこはうちの宅建士のね、まあ、南さんがサポートしてもらうところなんで、リュウタもわかんないこととか、不安なこととか、はい、これでいいんだろうなっていう適当に入力をせずに、一個一個聞いていって、まあ、間違いのない情報をちゃんと掲載するように、はい、まあ、準備してもらえれば。まあ、これ2件目以降は慣れてくるから、はい、そんなになんか、大変なことも減っていくとは思うのでね。まあ、最初は大変だよね、とにかく。そうですね。最初は、ちょっと大変だったんですけど、うん、なんか、まあ、やってみてて、うん、その不動産自体はもともと、なんていうんですか、業界自体にはまあ興味があったから、うん、あ、こういう仕組みなんだな、みたいな構造は理解 できてきたので、で、まあこうやってビジョンを聞けるし、うん、あ、じゃあこう当てはめてやっていけば大体こうなるだろうなっていう指標が生まれるから、うん、なんかやっててその面白いなって今思ってるところです、リアルタイムで。だからさ、普通の人はさ、家なんてさ、はい、一生に一回買うか二回買うか、まあ買わずに死んでいく人もいるし、はい、まあもっとね、マンションとか不動産が好きな人は何回も買ったり売ったりとか、投資用で買ったり売ったりとか、そういうのもあるとは思うんですけど、はい、一般的なサラリーマン夫婦にとって、やっぱ家買う、売るって人生に何回もない経験なんで、やっぱりすごい不安だし、なんだろう、業者としてはミスれないしね。こっちは大切なお家を預かっているから、まあ写真の一つや二つ撮っても変なものは載せられないし、文章も変な嘘もつけないし、まあそういうなんか責任感感じている。で、そういう重大な仕事だからこそ、仲介手数料っていうのは、やっぱり普通の小売業をやっている、例えばタピオカ屋が何回も売らないといけない利益をワンショットでガツンと稼げると。そこは不動産っていうものが、なんかもう、稼げるというか、責任に対しての報酬もちゃんと見合ってるというか、っていう仕事だなというふうに思っていて、まあなんでこの動画では、まあ家売却を今やっているよっていう途中経過を話せればなというふうに思ってるんですけど、まあそのプロセスも改めてこう共有していければなというふうに思っています。だからね、まあ先週ね、内見いただいた、LINE で問い合わせいただいた住んで埼玉もともとね、夫婦で見てくださっている、方々から、まあ、せっかくだったら買っていただきたい。っていう気持ちは当然ある。なんか、住んで埼玉を全く知らない人から問い合わせいただくのはすごい嬉しいけど、やっぱより嬉しいのは、まあ、こう、住んで埼玉を見て家売却の相談をいただいた方に、住んで埼玉を見ていただいている方に売ると。なんかその、住んたま経済圏みたいなものができていくのが、まあ、自分の理想ではあるので。まあ、なんで、これからも、家の売却のお預かりをしていただけるようにね、しっかりと今回の最初のプロジェクトっていうのを、しっかりとプロジェクトを完遂して、まあ、一里塚というか、まあ、住んで埼玉の第一歩として、まあ、結果出したいなというふうに思っています。で、今回ね、家の売却のお手伝いをさせていただいて、すげえね、思っているのがね、やっぱり仲介マンの力量次第で、
なんだろうな、その、本来やっぱり買っていただける物件なのに、仲介マンのリードとか提案とかサポートの質が低すぎて、ポシャっちゃうケースっていうのも多分あるだろうな。で、その一つがね、やっぱね、レスポンスの速さなんですよ。で、質問が来て、すぐに返答する。で、でもさ、メールってさ、はい、案外さ、ずっとは見れないじゃん。そうですね。まあ、ずっと見れないですね、うん。もちろん来てるのは分かってるけど、みたいな。そうそう。すぐにも対応できないし、はい、でも今、弊社は、スラックっていうメッセンジャーのツールを使ってて、まあ、LINE みたいな感じで、スラックでその売却チームを組んで、その売り主さんも入れた、売却チームを5人ぐらいで組んで、で、買う方も、購入チームっていうのをスラックでグループ組んで、すぐ質問が来たりとか、今何をしないといけないのかとか、そういうふうに買い主様、売り主様双方とも、その困らないような支援っていうのを、レスポンス早く今やっていて、それが、まあ今満足度につながっているんじゃないかなというふうには思っていますと。で、こっちも、なんか質問が来て適当に大丈夫だと思いますよで返すんじゃなくて、しっかりと分かんないことは分かんないってちゃんと伝えて、で、分かるように今から調べますっていうような、そのプロセスを一個一個ちゃんと丁寧に伝えていく。で、これが本当にこれからの多分不動産の営業にとってすげえ大事になってくるだろうなっていうふうに、まあ、僕はもともと業界未経験であるんだけれども、やりながらすごく社長としてそこを感じている。だからこれを見ている不動産業者の人もぜひですね、住んで埼玉のやり方っていうのをパクっていただいて、で、もしね、少しでも知りたいっていうのであれば DM いただければ多少教えますんで、相談いただければなというふうに思います。まあ、なんでね、もしかしたら先週内見いただいた人から買い付けの申し込みを今日明日でいただくかもしれない。いし、今回は見送りになるかもしれないんですけど、いずれにせよ、まあ、スーモだったりとかにも、ツイッターでも今後告知していくので、まあ、そこからね、興味持って問い合わせいただくお客様が、こうね、まあ、できれば自分たちで客付けはしたいけれども、まあ、他の不動産業者様が、連れてきていただけるお客さんで買っていただいても、僕はもう全然嬉しい。まあ、そこは、まあ、本音を言えば自分たちで仲介を買い主側の方もしたいけど、でもそこは全く囲い込んだり、嘘ついたり、いや、売り主様今海外いるんで、ちょっと内見できないんですよね、みたいな。適当な嘘をつかずに。僕でもわかる。そう。あ、これ嘘ついてるな、みたいな。自分たちでお客さん探したいんだろうな、みたいな。そういうのは絶対せずに、内見のご案内もしますんで。そのポリシーは今回に限らずこれからもずっとやっていくので、まあいいお客様がいたらぜひご紹介いただければなというふうに思います。という感じ。なんで、まあ今回の動画では家売却を初めてやってるよっていうのと、その途中経過。まだ契約までは至ってないんですけれども、まあそのプロセスをしっかりとお伝えできればなというふうに思ったんで、まあそんな感じです。以上です。ありがとうございました。